星の国から孫二人バークレーで育つ自閉症児は門の春子のノンフィクションの著作。カリフォルニア州バークレーで育つ自閉症児の成長を描いた作品。2005年に岩波書店により刊行。2009年に星の国から孫二人自閉症児の贈り物として映画化された。巻坪達る子監督最新作。設定を日本の現状に置き換えている。 作家の大田由美子は、バークレーから帰国した娘の陽子、その夫の年を3歳になる孫のカオルと、久しぶりに再会した。だが、カオルは、まだおむつも取れず、プーラペン、デュアイン、と、まるで宇宙語のような言葉を発し、医者に見てもらうと、自閉症の疑いがあるとの診断。仕事人間の夫は、子育てに問題があるのでは、と陽子を責める。一方、 ユミコは、自閉症って不思議が、いっぱいと、前向きに日々のカオルの成長を見守る。そこに、バークレーから、発達障害の専門家、村井瞳が訪れ、アメリカでの積極的な自閉症への早期発見、早期療育の取り組みは、人々が勝ち取ってきたと語る。ユミコの息子、拓也は、瞳とスカイプで更新しながら、発達障害の専門家になる勉強を始める。 そんな時、妹のランも自閉症だと認定されてしまう。再び揺れる家族。ランは幼稚園に、カオルは小学校の特別支援学級に入学する。カオルはそこで母を亡くし心を閉ざしたマリアと出会う。自分本意と言われている自閉症のカオルがマリアを思って泣いた。カオルの初恋だと喜ぶよう子たち。みんなにもっとカオルとランのこと。 自閉症について知ってもらおうと、由美子たちは、地域の人たちへ支援の輪を広げるために、町へ出る。この不死は著作権者の許諾を得た上で、映画公式サイトと同一の文章を含んでいます。他者からのこの不死の過失修正を妨げるものでは、ありません。ありがとうございます。